こんにちは、皆さん、そしてノクさん、速稼塾の久保です。ファイヤーって言葉、ここ数年、2、3年ですかね、聞かれるようになりましたけども、その前はセミリタイヤっていう言葉だったのかなと思います。で、このファイヤーって言葉はね、私すごくね、うさんくさく思っていて、というのが昔からある概念だったんですよ、こういうのって。早く自分の人生を仕上げて、あとは第二の人生に入りましょうと。言ってみればですね、昔定年退職が55歳とか60歳だった時代、そこから第二の人生、定年退職して退職金とそれから年金でね、ゆっくりやっていきましょうみたいな、そんな話がありましたけども、あれだって言ってみればファイヤーですからね。ただ最近のファイヤーってのは早期退職っていう言葉がありますので、例えば20代の後半とか30代の半ばで、いわゆる稼ぐためのお仕事を辞めて、そこからは自分の本当にやりたいことをやっていきましょうみたいな概念だと思うんですよ。しかしですね、私思うに、20代や30代のまだ人生経験が少ないうちにやるべきことっていうのを失うと、やっぱりね、路頭に迷う人っているんじゃないかなと思うんですよ。それこそ仕事っていう七面倒くさいことをやったがゆえに、レジャーでもその裏側の事情が分かったり、何かね、仕事を生み出している人のご苦労ですとかご経験とかがね、なんかこう伺い知ることができて、そこに面白さがあるんじゃないかなと思うんですよ。例えばこんな話があります。寿司職人ってのがありますよね。今では回転寿司で安くて美味しいネタがたくさん食べれるんですよ。ですので昔みたいに10年20年の修行の末に厳しい寿司職人になっていくっていうストーリーは今はありません。ただですね、未だに高級寿司店って人気があって、しかもこちらの方は1年とか場合によっては2年の予約待ちってこともあり得るんですよ。じゃあなんでね、お寿司自体はそんなに味もネタも変わらないのにここまで大きな差ができるんでしょうか。それはですね、やっぱり人なんですよね。どんな人かというと、その高級寿司店に行く人って結構ご年配の方、もしくは中年中高年の方、まあ40代の半ばから上の方なんですよね。で、そこにお勤めになっている方も50代前後から上の方、若い方はあんまりいません。若い方は板場の中でも下の方にね立っていて、まあ修行してる身だということなんですよ。じゃあそこではね、どんなことにお金を払うのか、それは何も語らない寿司職人大将の人生なんですよね。一貫の寿司をお客さん食べながら何を思うかというと、ああこの寿司の一貫の裏にはあの大将の苦節10年20年の修行の成果があるんだなと勝手に思い想像しながら、この大将にはどんな苦しみや懐かしみや家族がいるんだろう、友人がいるんだろうと思いながら食べるところに、まさにわびとさびがあるんですよね。回転寿司で食べたところ、アルバイトやパートの人が握ったお寿司に、まあわびさびがないとは言いませんけども、それは全く別のこと。例えばね、回転寿司で店員さんと深い関係になったりってなかなかないですよね。でも寿司職人大将とは多分込み入った話もするし、ねえねえ大将聞いてよ、最近こんなことがあったんだよねっていうふうに、まるでバーテンダーに話しかけるような身の上話もあるでしょう。そういったものがお金、価値なんですよね。じゃあなんでこんな空間が演出できるかというと、やっぱりお客さんもですね、何年も何十年も仕事をしていて、その裏で行われている駆け引きですとか、同僚と部下、上司、こういったもみくちゃになった人間関係、その上で稼ぎ切っていくお金、そのお金に対する自分の思い、そういったのが渦巻いてドラマになっているからこそ、たった一貫のお寿司がポンと目の前に置かれた時にドラマを感じるんですよね。これを私は展開力って呼んでるんですよ。速稼塾には物事をどういうふうに解釈するかという受信力っていう言葉がありますけども、受信した後はそれをね、自分の仮説によってブワーッと横に広げていく展開っていうのがあるんですよね。その展開ができればできるほど面白いんですが、残念ながら20代や30代で経験少なく人生のわびさびを知らずにファイヤーになってしまうと、どんなものにもあんまり深いわびさびを感じられなくなって、そこが浅いものばかりに見えてしまうんですよね。でも実際その道20年30年で過ごしている方ってのは、ことはどうあれ深い人生を送っている、まあ、それが受け取れるときっとどんなことも深く楽しめるようになるのかなと。しかもそれは無言で静かに楽しめるようになるんだと思うんですよ。さあそこでですね、ファイヤーをして目的がなくなっちゃう人、これはどういうことかというと、早めに暇になってしまうと、
人の人生にあまり深みとかね、喜びとか楽しみってのを受信して展開することが多分難しくなるんじゃないかなと思うんですよ。どんなことも表面しか捉えられなくなって、その裏側で10年20年30年と行われている様々な人間ドラマを想像することができないんじゃないかなと思います。なぜならファイヤーをしてしまった人ってのは20代30代でいわゆる義務を失ってしまう、仕事を失ってしまうからなんですよね。まあですので私のファイヤーの対象策ね、ファイヤーになって自分が何がしかやる気を失ってしまったりとか、やるべきことが見つからないときにどうするべきかっていうと、やっぱりまあ週に1回でもバイトに入ったらどうですかね。つまりはやらなければならないことに自分の意識を傾けることによってさまざまなものが見えてくるっていうことにかけるしかないのかなと思うんですけどね。さあ、まあファイヤーね、私はそういう精神状態になったことがないんで、まあ分かりませんけども、だから程よく40代ぐらいでね、なんか引退するとちょうどいいんじゃないかなと思います。昔もね、隠居制度っていうのがありまして、だいたい40代の半ばぐらい、早い人で30代の半ばぐらいで自分の仕事を自分のね、弟子に、番頭さんとかに譲り渡して自分は引っ込んで、そしてまあのんびりと余生を過ごしながら遠くからね、自分の関わってきた仕事の裾野を広げていく作業に入る、そんな隠居っていう仕事があったと思うんですよ。あのよく言われるご隠居水戸黄門ですけども、彼も、自分の養殖を退いた後、自分の身分を隠していろんなところに行って世の中を見たと言います。まあですんでね、それに倣って私もね、もしそういったなんか曲がり角が来たとしたらね、自分の身分を隠して、身分ってものはないですけども身分を隠してですね、ゆっくりと、まあ、世の中を見ていく旅、まさにそれは SNS でやってもいいと思うんですけどね、今世の中では何が起きてどんなことに多くの人は心奪われてるのかなっていうことを観察するっていうことで、まあなんていうのかな、ファイヤー後の燃え尽き症候群を回避することができるんじゃないかなと思いますけども、どんなもんですかね。まあ、暇で困ることはないような気がするんですけども、暇で困っちゃったなと、持て余すものがある方もいるのかなというところでございます。じゃあ本日は以上です。ファイヤーについてね、またお考えありましたら聞かせてください。